じゃあ、後半始めていきたいと思うんですけど、はい、まずじゃあみんな大好きリード申請から、うん、リード申請は基本的には2つ重ねで、はい、で後半は3つ重ねやけど、まあこれもさっき説明した通り役割分担で、はい、まあ、どういう音にしたいかっていうところなんですけど、まあ、今回はねちょっとセーラムっていうセラムを使ってるんですけど、前は結構ネクサスで音いじらずに作ったんですけど、はい、まあでも今回もまあみんな作りやすいようにもともとのプリセットの、音色を使ってるかなっていう、もともとついてるやつの Lead in your face、はい、in your face ちょっとかっこいいっすね、なんかね、はい、あなたの顔が入る申請の、まあ単体で聞くと、はい、まあなんか面白い音なんやけど、うん、ちょっと弱々しいなっていう、うん、まあローカットしてるっていうのもあるんやけど、はい、まあ、見てもらったら分かる、ローカットガツンとガツンとしてるんやけど、でまあもう一個重ねてるのが、これは太めの、はい、これも同じ音色だったんじゃないかな。でなぜかこの音色は謎のこのノイズがあるんやけど、ちょっとセラム詳しい人ゲロ教えてくださいあ、一緒だね、一緒でオクターブで鳴らしてあげてるっていう感じじゃねえけど、ちょっと音作りを変えてて、はい、まあどっちもこれはローカットだけしてるんやけど、はい、切る拡大しようかな、この歯高い方は割と何キロかな、300ぐらいまで切ってて、うん、低い方担当の方は、まあ、100以下バッツリみたいな、はい、うん、であんまり EQ では音作りしてなくて、はい、マルチバンドコンプでこう、まあこの前の動画でも出たけど OTT っていうプリセットがあるんですよ、エイブルトンには。 OTT ってあのセラムが出してる会社のが出してるフリーのマルチバンドコンプ、マルチバンドコンプって何ですか。コンプってさ、まあ、普通にバツってこう音のばらつき揃えたりっていう、はい、まあ、圧縮するけど、うん、マルチバンドっていうのは各周波数ごとに別々の強さでかけれるっていう、すごい便利な、マスタリングとかでも使われるんだけど、この OTT はどっちかって言ったらもう色付けで、はい、使ってあげるだけで、はい、すごいダンスミュージック感が出るというか、そうそう、まあ綺麗な感じではないんやけど、はい、そのだからフリーやし、はい、じゃあ今日ゲットしましょう、わかりました、うん、っていう感じでやってて、はい、でフレーズは前もちょっと説明したけど、このオートパン、うん、本当はまあこうね、右左右左ってやる、はい、エフェクトなんですけど、はい、これを、インストとかでまあよくやってる手法なんですけど、まあ360にしてあげて、あのフェーズをでアマウント 100% でノコギリ波とか、まあ、三角波みたいな感じの動きにしてあげてやると、こうゲートって言ってなって消えてなって消えてみたいな効果が出て、まあ、それを微調整、レートっていうのがこう音符なんやけど、音符の細かさで、これを音符の細かさ、そう、これオートメーション出すと、はい、こんな感じで細かくやってんのよ、すげえ地味な作業。手打ちでやってるんですか。ああ、まあ、手打ちっていうかこうね、はい、あちこ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 ういう感じでやると、音符で、はい、ミディでパン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 って打ち込む時よりもちょっと面白い、はい、わーみたいな感じで、はい、この独特なこのノリっていうのはこのオートパンの設定で出してるっていう、ちょっと遅れてる感じでしょ、はい、ミニとかでやっちゃうと多分もっとタタタタタタタみたいな感じになんないけど、絶妙にこう遅れてなるみたいなのはこれで出してて、ただこうオートパンで右左に揺れてるだけではないんです。そうそうそう、でなんなら揺れてないっていうね。あ、揺れてないんですか。そう、これ360度にすると線一本じゃん、はい、これがこう180度とかにすると、はい、
こう黄色のちょっと分かりづらいんやけど黄色の線と青の線が出るんやけど、はい、これって右左右左やねんけど、はい、360度すると1本になるから、うーん、これはだからもうゲート的な使い方ができるっていう、そのオートパンは結構ねこれ最近ここ1年ぐらいで発見したんやけど、はい、すごい便利な、フューチャーベースのシンセ作るのとかでも、はい、だいぶ使える手法かなって、まあちょっと設定は変わるんだけどね、はい、そう。この3つになってるじゃないですか、うん、後半のやつ、うん、これ何が増えたんですか。これはねこれリードリードシンセ、リードシンセネクサス、俺大好きネクサス、はい、リックルームサウ3、これもまあ、はい、EDM に入ってるやつかな。うーん、なんかこれなんかちょっと激しい音色を、はい、そこまで濃くないけど、まあ、1番と2番の変化を、うん、はい、これ手抜きって言われてもおかしくないな。まあ変化つけてあげる、はい、多めに重ねて、うん、比べてもらったら分かる、はい、あでも全然違いますね、全然違うやろ、はい、最後の盛り上げ、そう、まあバキバキ感を出したみたい、これかっこいいですよね。これそう、これはね抜きというか、そう、これめっちゃかっこいいですよね。まあ本当音楽は引き算だっていう人おるけど、はい、まあ、まさにその通りで、まあ足し算しなきゃ曲が作れないんだけど、はい、そもそもまあ、うん、そっからこう一番音数の多い部分から、はい、1音抜くだけでもこうね、うん、次のパンチ力が、はい、まあこれだったらまあ簡単で、キックを鳴らして、キックだけ鳴らして、あとは一拍だけで、で次の200目からシンバル鳴らしてもう全部ジャーンって出るよ。まあこれはねみんな大好き、まあ1小節とかやる場合もあるし、2小節抜く場合もあるし、なんかまあそこはもうやっぱ音楽引き算なんだなっていうところなのかな。こうキック抜いたところは他のインストはなってないって感じ、全部切ってるんで、ああ、見せようかな、切ってる切ってる切ってる、まあこれはちょっとミディを消してるって感じだけど、はい、もうない、うんうん、ない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 、キックのポツッとって感じかな。なるほど、そう、まあ簡単やけどすごい使えるかなって。まあ例えばここに、はい、なんだろうな、よくフューチャーハウスとかだな、フォーフォーってあれやん、はいはい、あれをだけ入れるとかでもあるし、そう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 、ボーカルのサンプル、そうそうそう、その引き算具合は結構ね、うん、人それぞれかなっていう、はい、あのジャンルにもあるし、うん、まあ、ヒップホップの一拍のブレイクみたいなとかもあれ、はい、あれやるしね、はい、まあ、だから足して変化つけるのもあれなんやけど、はい、逆に弾くだけですごくかっこよくなる、うん、な場合も結構あるから、はい、まあ足しすぎず引きすぎずで、はい、うん、まあこんなところで、まあ授業でも言ってる通り、はい、やっぱりどれぐらい抜くかとか、うん、やっぱいろいろトライアンドエラーで試して、はい、別にアンドゥーで戻れるのが良さやし、はい、まあその辺やって、はい、多分そろそろね、言うてる間にファッポ君の曲がネットに上がる日は近いと思うんで、ちょっと今日の ね、あれを参考にして、わかりました、うん、作ってもらえたらなと思います、はい、じゃあですね、この適当な曲名の Hey 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 の解説は、これで終わりたいと思います。じゃあ次回はちょっとまた違う楽曲をちょっとまあ違う感じで届けるのか、まだそれは考え中なんですけど、まあ紹介できたらなと思うんで、また見てください。じゃあ、さよなら。